会か、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語はちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面知識的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立てる情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日4月26日水曜日です。現在時刻6時43分です。本日最高気温23度、最低気温18度で曇り時々晴れです。降水確率 20% なので、これなんか傘雨降りそうにないな。傘、折りたたみ傘一応持っといた方がいいかなっていうぐらいの感じの天気かと思います。またちょっとね肌寒いです。もしかしたら今日は比較的寒い涼しい日になるのではないかなと思います。以上天気予報でした。続きまして今週の天気やっていきたいと思います。今週の天気は毎日ずっと言い続けてるんですけど、ずっと雨曇り模様の状態ですね。今日より明日の方が暖かくなりそうです。今日だけなんかすごく涼しい感じになってしまってますね。おそらく雨が今まで降り続けたせいで、少し、涼しくなってきたのかなと思いますが、明日以降だんだん暖かくなって雨もまた復活してくるようです。以上今週の天気でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の香港内での感染者数は336名でした。またコロナによる死者は3名です。続きまして香港ドル日本円レートやっていきたいと思います。本日の1香港ドルは17円04銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時49分です。ビットコインの価格は 28,255.56 でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、交通事故が出ています。今週に入って4件の事故があったので、それについて話していきたいと思います。ということで、まずですね、昨日の朝学校のスクールバスね、バイクの運転手かっこ仮面が高速でバランスを崩し接触事故を起こしました。まずですね、これ仮免許の、バイクの運転手が高速を走っているということが、一つの問題になってます。で、さらにですね、スクールバスはその衝突に気づかず、後ろからクラクションで他の車がね、事故ったのを伝えようとしたんですが、伝える意思を見せたんですが、でバスは、そのまま過ぎ去ったということで、それも大きな問題になっております。運転手は多分気づかなかったのであろうということらしいです。でさらに、バイクの運転手は打ち所が悪く、助かりませんでした。ということで、スクールバスの運転手はその後、安全の確認が怠ったとかですね、あと、事故の報告をしなかったというので、逮捕されました。で次の、事故がですね、昨日横断歩道を飼い犬が逃走、走って追っかけて、その時にですね、赤信号だったのでちょうど走っていたスクーターと衝突事故、スクーターも完全にバランスを崩し、両方とも、意識不明ではないかな、重傷で病院に搬送されました。命の方には別状はなかったみたいですが、結構大きな事故になったみたいです。で、次の事故がですね、一昨日の夜 BMW がコントロールを失いタクシーに衝突、そのまま勢いが収まらず、歩道に突っ込んでいくという事故がありました。その時にですね、歩道を歩いていた2名の方が、その衝突により亡くなりました。またね、この BMW の運転手はね、スピード違反や交通、ルール、信号無視をね、散々行っていて、その他もろもろたくさん の罪が あったようで、そんな人がね、車を運転してほしくないなとは思うんですが、そういうことですね。ということで、亡くなった方、1人は女性でまだ20代だったということでですね、とても、そうですね、悲しい事故だったと思います。で今週は他にもですね、飲酒運転の 逆巻き込まれ事故ですね。簡単に説明すると、事故が起きたために、事故でね、前を走ってた車
ぶつけられてですね、その事故の調査を、まあ、完全にそのぶつけられた方は、事故としてはですね全く、問題なかったというか、まあ、被害者だったんですけど、その調査をする上でですね、飲酒運転チェックが入ってですね、まあ多分お酒の匂いがしたんでしょうね。で、飲酒運転チェックをしたところ、まあ飲酒運転だったということでですね、ぶつけた方もぶつけられた被害者も、両方アウトということで、そういったニュースが上がってましたということでね、まあこう交通事故、今週まだ水曜日なんですけど、すごい量の交通事故が起きていて、私もちょっとびっくりしましたということでね、まあ、この話聞くとね、もうそのなんていうんですか、気をつけようがないんですけど、本当皆さん、何気ないね移動中でも何か事故に巻き込まれる可能性があると思うので、本当十分気をつけてお過ごしくださいということで、このチャンネルではこういった香港の三面禁止的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立てる情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいですということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ジョイキン、またね、バイバーイ。